の頂きハイジャンプは高木と岡本がなぜかびしょ濡れ。テレビの前の皆さん、今日はイタジャンで夏休み最後の思い出作りの参考にしちゃってください。さあ今夜も世の中の一大事を平成ジャンプが何でも解決していきたいと思います。さあというわけで早速ですけれども、一大事に駆けつけてくれたのは誰でしょうか。はいはい、僕たち2人です。2人で行ってきました。2人だ。まあでもね、ケイトがねすごいなと思った。見直しましたよ。え、そう、うん、そう、やったじゃん。今思い出すとこの企画やばい。いやもう情緒不安定でついていけねえよ。全然話入ってこないよケイト。平成ジャンプよ、この一大事を放っておいていいのか。午前4時半、まだ薄暗い中、フジテレビに連れてこられたのは岡本と高木。どうした。おはようございます。おはようございます。なんでこんな早いの。早い時この挨拶。ちなみにさ、何時に起きた。3時前かな。やばい、怒ってる怒ってる。史上一番早い。一番早いよね。はい、ロケのスタート時間です。そう、本当に。というのが今回ちょっと一大事のキーワードでございます。お、今回の一大事は、はい、夏休みにまだ間に合う。お、まあ、タイトルだけで言ったら楽しそう。いや楽しそう楽しそう。テンション上がってきた。もういいよ。お、日本一早いウォータースライダー。また滑るの。やってたな。ちょっと待って待って、これケントの企画だろ、なんでだよ。視聴者から番組に寄せられた今回の一大事。以前岡本君の滑り台企画を見て思ったのですが、プールにあるウォータースライダーで一番速いのはどこですか、ね、というもの。そんな、これは一大事。一大事だな。さかのぼること3ヶ月、日本一速い滑り台を決めるため、全国の滑り台をたった一人で滑りまくった岡本。あの放送以降、番組には滑り台だけでなく激速ウォータースライダー情報まで数多く寄せられており、今回その中からスタッフが厳選。というわけで実際に滑ってもらい、日本一速いウォータースライダーを決めてもらいましょう。ちなみになぜ高木までいるのかというと、ね、前回高木さんがその岡本さんの滑り台やった時に、ああスタジオで一緒に考えようみたいな感じですごい岡本さんに寄り添うみたいな感じで言ってます、言ってます。いや違う、あれ歌だけね。歌のフォローはするよってだけなのよ。でもあれすっごい嬉しかった。すっごい嬉しかった。行きたくはないよマジで。そんなことを言っても視聴者からの一大事。早速2人はお台場から1時間半かけ最初のウォータースライダーへ。すげー時間。では参りましょう。岡本高木が体を張って決める日本一速いウォータースライダーパート1。滑るシリーズ。うわ、もう初っ端歌から。え、これしかも照明おしゃれ。茨城に来た、二人で来た、下から見て上から見て。何を言ってんの。ジーズスクライスト。いいぞケイト。高木どうした。なんだ高木。いや、なんでな。歌歌わないの。二人がやってきたのは茨城県にあるサヌマサンビーチ。果たしてどんなウォータースライダーが待ち受けているのか。最初のウォータースライダーはこちらです。おお。なになに長い。俺の想像してた以上の想像。こちらが茨城県サヌマサンビーチの滝滑り。すげえスピード出そう。このスライダーのポイントは、なんといっても50メートルもの長さ。ちょっと大変になってる瞬間怖いね。さらにスタート地点の高さはマンション5階分に相当する14メートル。これ怖いね。体感カーブのないシンプルな直線コースだけにスピードが加速し続けるコースなので、お尻で滑ってほしいよね。ね、結構でかいね。いや楽しいだろ。でもいや楽しくないよ。水だよ水。高木さんはもう全然余裕な感じ。俺ごめん余裕。おお、全然余裕だもん。俺も最初そう思ってた。じゃ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 。ちな
みに前回の衣装は全身タイツでしたが、プールなので今回2人は特製ラッシュガードを着用。これはどっちがやるとかは、いや、もうお二人でやっていい。2人やんの？全部2人やんの？全部2人やります。俺だから最初全然滑るつもりないから帽子かぶってきたんだけど。メンバーが違うとはいえ、視聴者に同じような映像を見ていただくのは忍びないので、ルールとして2人には滑ってもらい、スピードの速い方を公式記録とし、遅かった方はナレーションベースまたはカットしちゃいます。じゃあ結構ね、戦いに、ひとまずスタート地点に向かい、上からの景色を見ることに。あー、やっぱ上まで来るとちょっと怖いね。あ、長いね。うわ、長いわ。すごい。しかもさ、段差で下が見えないっていうのが怖いね。そうだね。でもあれだもんね、前回の滑り台みたいにさ、どんからガシャーンってなることはないもんね。そう、まあね、水が受け止めてくれるからね。受け止めてくれるからね。滑る順番は経験者である岡本から、高木は下で見ることに。探検者みたいになってる感じ。果たして佐沼サンビーチの滝滑りは一体何キロ出るのか。岡本さん、お待たせしました。大丈夫ですか。お、来た。頑張れ。では参ります。3、2、1、どうぞ。あれ、あ、あれ、あれ、あ、こっからか。脱げて。それでは服を脱がすほどの滑りをもう一度。すごいな。すごい。これ見ると。早いね。すごい。タイムすごい。タイムすごいね。どうしました？どうした？お顔が。違ったあれが分かった。ウォータースライダー。鼻から入る。あ、いいアドバイスですよ。何より寒い。まあ、そっか。寒いし。一番気になるスピード。そう、スピードが気になる。ただいまの記録、34キロです。早っ。めっちゃ速い。そうだ。34キロ。すごいな。前回滑り台一番速かったのって。あれ30キロ。優に超えてる。すごいね、ウォータースライダーは。これを34キロ超えないと、高木さん。どんだけ海行ってると思ってんの、俺。ディズニーやってるよ。マリンスポーツといえば。マリンスポーツだよ、俺。ここで待っててよ、カメラ持ってもらって。海じゃないから。ここにこうやって戻ってくるから。今の動詞が分かんない。どうでした、高木さん、今の気持ちは。ワクワク。こんな自信に満ち溢れた高木を見たことあるだろうか。これはかなりのスピードが期待できる。が、しかし、遅くね。めちゃめちゃ遅い。ちょっと待って。なんで、わかんない、スピードが出ないんだもん。高木の原因不明の遅さにスピードガンも反応せず。これは恥ずかしい。ひどい。本当はナレーションベースにしたかったけど、あまりに遅かったのでそのまま使っちゃいました。最後の着水見た。ウォータースライダー乗ってこんなに髪濡れてない人見るの初めてだ。すげえぬるっとしまったよ。本当だね。なんで。ちょっと恥ずかしい。ということで、ここは文句なしで岡本の記録を採用。佐沼サンビーチ滝滑りの記録34キロ。次はちょっと高木さんは喜んでいただけるところじゃないかなと。どこだろう。大阪です。大阪。あれ、飛ぶね。今茨城県だよね。あ、はい。うわ、出た、この感じ。高木さんは大阪出身でらっしゃる。大阪出身だし、はい、申し訳ないけど、はい、俺昨日も大阪行ったわ。仕事で大阪まで行くんで、じゃあ高木さん、こちらのカメラに一言大阪弁で意気込みを。大阪のみんな、待っとってな。なんでそれチョイス。一緒に考えよう。立場逆転してるよ。
ということで茨城を後にし新幹線で大阪へ移動。なんで手伝いなの大丈夫次参りましょう。岡本高木が体を張って決める日本一速いウォータースライダーパート2。おこれあんだな。おかっこいい。 In front of the Osaka castle everybody's watching seems like a bad idea、oh, なんで飛ぶねんケイトめちゃくちゃいい。ケイトめちゃくちゃいい。これさ、高木くんいる？やってきたのは大阪のシンボル大阪城。そのお膝元に夏休み限定で出現するというこのウォーターパーク。一体どんなスライダーが2人を待ち構えるのか。こちらです。おお。何何何何何どうなってんの？え？傾斜すごくない？何これ？何これ？でも安心した俺は。いやさっき滑れなかったから。これは滑る。何だろう？いやこれなら滑る。これなら大丈夫。高木も必ず滑ると期待しているのがこちらのジャンピングスライダー。飛ぶんじゃないのあれ？高さ10メートルから滑り落ちる傾斜角度はなんと41度。41度。そしてこのスライダーの目玉はなんといっても最後にジャンプするところ。うわ楽しそう。記録には関係ないが、いかに絵になる飛び方をできるか、ジャニーズとしての資質も問われる。かっこいい飛び方してくださいよ。ねえ、しかもさ、あ、うん、あれ大阪城ホール。え、あ、そうですね、あれ大阪城ホール。あれ大阪城だよね。はい、俺らだってあそこでライブやってますよ。本当に本当のジャンプしてますよ俺ら。ライブを前に華麗なジャンプを決められるのか。まずはスタート地点を確認する2人。はあ。いやいや怖い怖い怖い。いや怖いな、ちょっと怖いな、マジで。これ飛ぶの？飛びます。マジで、マジで怖いんだって、マジで怖いんだって。そしてこのスライダー、よりスピードを出すための独特な滑り方があるんだとか。これは早速教えてもらおう。いきます。はい。あー、助走するんだ。うわぁ、すげぇ。いや、ちょっと待って、怖いわ。俺勇気ないわ。俺ここにね、飛んでく勇気がないんだよ、マジで。何それ何それ。ぶりっこしたら許してくれないか。ゆうやなりのぶりっこなの。かわいいじゃん。じゃあ一発目やろうかな。おお。あの黄色いやつを超えます。さあ、気合十分。高木の滑りは OK。では参ります。オッケーオッケー。いや怖い。よし、行くぜ。イエーイ。高木さんのモータースライダー、3、2、1、どうぞ。あれ、あれ、あれ、これはもしや。なんと岡本のスピードを超えられず、高木見せ場なし。ひどい。それではここからスピードが速かった岡本の滑りをたっぷりご覧ください。ルールだから。まあでもやっぱりギャラリーがいるんでね。そうですね、しっかり見せたいな。今までの滑り台で初めてやったギャラリーがいらっしゃるなんて。そうだ、この2人がいるってなったら集まってきちゃうよね。 OK OK。 果たして佐沼サンビーチの34キロを超える記録は出るのか。では参ります。3、2、1、どうぞ。うわぁ。あれ、事故だよ。事故だよ。なんで横回り出てきた。岡本さん転がってたよ。すごかったな今。ここである意味衝撃的だった岡本の滑りをもう一度。衝撃映像。すごいな。すげえな。いや、すごいすごい。いや最初の勢いはすごい良かったのに。浮き輪と系って別だったもん。高木さんのジャンプの方が、いや俺の方が勝ってた。だってジャンプじゃないもん、系って転がって落ちてたもん。ちょっと体感スピードできない。どうですか体感？マジ速かった。30キロは行ってる。いや絶対行ってない。系統ので行ってるのって俺も40キロ。
なんでそんなに体感で30キロは超えていると確信する岡本。果たしてそのスピードは。ただいまの記録24キロです。嘘つくんじゃねえ。なんで俺見た、俺ちゃんとこう滑ってこいつ転がって確かにジャンプは高木の方が見事だったが、我々は一番速いスピードを求めているので、高木も結構無理やり部門を作るとするならジャンプ部門では高木さんの勝利と。大丈夫、俺がテンション下がんないように上げてる。気づかないですということで、大阪城ウォーターパークの記録は岡本の24キロを採用。滝滑り越えならず。次はラストになります。うわ、次はどこ？熊本県です。うわ、ただ申し訳ございません、本当に飛行機の時間がやばいんで、もうすぐ行きましょう。もう本当に時間ないです、マジでマジでやばい、早い行こう。俺まだ納得してないよ。いやいや、測り方がケイトに優しいんじゃねえかって思って。え、ちょっとね、高木さん、今クレームをつけてはるんですか？だから俺まだ着替えてないから。あ、ほんまや。岡本さんはちゃんと着替えてはるのに、ずっと抗議してるから。しかもさ、今何時だと思ってんの？何時ですか？2時12分ですよ、はい、朝から飯も出てないんだから。あれ、何も食べてないの？何時でしたっけ？4時です。俺ね、これね、ちょっとおかしいなってずっと思ってたから。嫌だ、こんな客が。もう本当に今飛行機の時間ギリギリで、今運転手さんにも急いでいただいてる状況なんです。俺はだって時間知らねえもん。そもそもこれ押したのは1件目のウォータースライダーですよ。多分放送見てはったら1回しか滑ってないと見えますもん。あなたこの人2回滑ってますから。そうなん？2回滑ってます。おい、それ言われたらグーの音も出た。向こう流していいやつ。もう何も言えなくなるわ。お昼ご飯にはありつけなかったが、ギリギリ出発20分前に空港へ到着。あ、よかったね。ここからは飛行機で一気に熊本空港へ。その後さらに車で1時間と、さすがにお疲れの様子。いや眠いよそりゃ。いよいよラスト、岡本高木が体を張って決める日本一速いウォータースライダーパート3。その前に迷ってないんだな。あ、ちょっとかっこいいよ。高さを表すとビル7階くらい、怖がりながら階段を上がる。そして落ちるウルトラフォール。ヘイ！いいじゃん、いいじゃん。これ怖い、怖いな、欲しかった。怖いだよ。なんでワイプだったの？午後6時、やってきたのは熊本県にあるグリーンランド。アトラクション数日本一を誇り、園内にウォーターパークも併設する九州最大級の遊園地。果たしてラストを飾るウォータースライダーとは一体？珍しい高木が。嘘。これ落ちるんじゃない？大丈夫？どうなってやる？最近本当に事務所のOKラインが分かんないんだよ。ちょっと待って、やばくないですかこれ。この旅を締めくくる最後のウォータースライダーがこちら、ウルトラフォール。本当にウルトラフォールって名前なんだ。スタート地点の高さは今までと比べ物にならない30メートル。そこから滑り落ちる傾斜角度はなんと60度。いやいやいや、ご覧の通り上から見ると滑るというよりほぼ落ちるという感覚。はみ出る、はみ出る、はみ出る。やばいやばいやばい。これどれをとってもモンスター級のウォータースライダーなのだ。これはやばい。いいんじゃないこれ一番速いで。いやこれだってもう速いもんだよ。一番速いよこれ。速いよ。わかるわかる。なんか怪我しそうじゃない？大丈夫よこれ。大丈夫でございます。大丈夫じゃないでしょう。高さ30メートルだけあって登るのにも一苦労。これ怖いな。うわきつい。見えねえじゃねえかよ。ここ見えねえよ。もうこれが嫌なんだ。一番嫌。うわこれどういうこと。うわうわマジで怖い。マジで怖いな。どうしよう。怖いよこれ。うわ俺ここを滑り切る自信がない、マジで。しかしここまで来たら後戻りはできない、はい、果たしてこの超ド級ウォータースライダーのスピードやいかに。気になるな。
そして2人の戦いもついに最後。岡本3回連続採用なるか、それとも高木が初のナレーションベース阻止となるか。今日1日のラストを飾るのは高木だ。マジで中国のやつ思い出しちゃったなんかあのアルフやっちゃうとねぐらい緊張してる。出ちゃったね。ミヤさんのお面絶対出てますね。この距離からでも分かる。こんなになっちゃってるからね。なってる。イエイ。イエイ。テンションの上げ方。行こうか。お。オッケー、人が出ましたね。出ましたよ。覚悟の決まった高木、一体どんな滑りを見せてくれるのか。どうなの。高木優也さんの挑戦。怖いこれ。どうだ。どうぞ。うわ怖えー。うわー。うわー。消えた。ジャズのいただきハイジャンプは土曜昼2時お引っ越し。10月からは土曜昼2時から放送決定。お見逃しなく。覚悟の決まった高木、一体どんな滑りを見せてくれるのか。どうなの。怖いこれ。どうだ。どうぞ。うわ怖い。行くの本当に。うわ消えた。桁違いの速さだねマジで。今回初のスピードが採用された高木の滑りっぷりをたっぷりご堪能あれ。どうしたの？大丈夫？ここで一つ我々が気になったのは、皆さんにも先ほどから何度も聞こえているあのサイレンのような奇妙な鳴き声。一体なぜ出てきたのか。マジで、マジで超怖かったのよ。超怖かったのよ。怖かったんだけど。出ちゃうんだ。高木をお姉の、あ、もとい、恐怖のどん底に落としたウルトラポール。果たして何キロだったのか。これは早いでしょう。ただいまの記録、58キロです。早そう。マジ?58? 本当にマジ。というわけで、日本一速いウォータースライダーは熊本県のグリーンランドでした。ウォータースライダーはもう降参。もうちょっと一緒に考えてくれな。もうちょい考えてくれな。もうちょい、もうちょい考えて。ここの爪の甘さあるかな、俺ら。というわけで、日本一速いウォータースライダーは熊本県グリーンランドのウルトラフォールでした。なかなかすごかったね。すごかったね。体張ってんな。張り方がすげえわ。だから今夏だからウォータースライダーでしょ。だから次冬にだからスキージャンプみたいなそれ。やめ